こんにちは、モニコです。今回はサウンドフォージオーディオスタジオ10、こちらの解説を簡単にしてみたいと思います。さあ、こちらがですね、オーディオスタジオのインターフェースになります。今回はですね、よく使われる機能、こちらに絞ってですね、簡単に解説していきたいと思います。さあ、まずはですね、録音です。こちらは、この画面中のですね、この録音というボタンを押すと、録音用のですね、こちら、インターフェースが立ち上がります。さあ、こちらですね、現在は、これ画面をキャプチャしているので、このオーディオスタジオのモニターは有効になっていませんけれども、通常ですとね、マイクなどを接続して、そちらの、まあ、レベル調整などをしていただいてですね、こちらで、オーディオのレベルっていうのを合わせた状態で、録音というのを開始していただければ、もうすぐに録音が始まります。例えば、アナログのレコードプレイヤーなどを接続した場合も全く一緒です。レコードプレイヤーや途中に接続したアンプなどのですね、音量を調整して、こちらのレベルメーター内にですね、8割から9割方ぐらいになるように調整して、録音というのを開始します。さあ、録音を始めてですね、キーボードのスペースキーを押すと、録音の方が終了になります。こちらで内容を見て、問題なければ、この閉じる、こちらで録音されたものが表示されます。まあ、現在は、マイクがこれ接続されていないので、録音はされていません。さあ、では一般的な編集について見ていきたいと思います。さあ、まずファイルの取り込みなんですけれども、まあ、こちらで開く、または CD からオーディオの取り込み、まあ、こちらはどちらでもいいと思います。また、ファイル取り込む場合はですね、自分でホルダーなどを開いて、こちらのようにですね、取り込んでいきます。さあ、それでは操作ですが、この上下に左右のですね、波形が現れています。これはステレオを表します。これモノラルですと波形が一つだけになるので、まあ一目でわかると思います。そして、これ画面のですね、拡大や縮小というのが、このカーソルを置いたところを中心にですね、マウスのホイールを回していただくと拡大縮小というのが行えます。この辺は覚えておいてください。そして、このプロセス、エフェクトというのがありますけれども、エフェクトや効果をかけるときの注意として、何も選択範囲を選択しないときにですね、エフェクトをかけると全体にかかります。ではですね、今回はまず簡単にですね、このノーマライズという、この波形をですね、大きくする、波形のレベル調整をするですね、こちらのツールを使っています。まず全体にかけてみます。ノーマライズですね。こちらで OK を押すと、このような形で波形が大きくなります。一旦戻しますね。では、これを部分的に、ここからここまで、今これドラッグしてますね。クリックして、そのままドラッグして引っ張って、離したところが、この黒くなった部分が選択範囲になります。この状態でプロセスからノーマライズ、OK をします。さあ、この部分だけにはノーマライズがかかりました。このような形で選択された部分に対して、エフェクトやプロセスというのが作用します。では、元に戻して、カット編集に関しては、こちらですね、やはり選択した部分、例えばこの前半を切りたければ、ここで右クリックで切り取りを行うか、またデリートボタンを押すことで削除されます。今回は切り取りを行いました。では後半の部分もクリックしてドラッグして右クリックで切り取り。これで削除できました。では今度はですね、フェードイン、フェードアウト入れてみたいと思います。では後ろの部分、これわかりやすいように一旦全体にですね、ノーマライズをかけましょう。な感じですね。では後ろの部分にこれフェードインフェードアウト、フェードアウトをかけてみましょう。フェードからフェードアウト、わかりましたか？今これ先の部分がですね、痩せ細ってますよね。一旦戻しますね。これフェードにはグラフィックというものもあります。ではグラフィックを選択してみましょう。こちらエンベロープといってですね、これまあ一旦リセットしますけれども、これ自分でですね、ポイントを打ってどんな感じで、こう、フェードイン、フェードアウトを行うかというですね、調整をすることができます。段階的にですね、変えることもできます。こんな感じで、ちょっと変わった感じにすることもできます。これで同じように OK していただいてもいいですし、ここで聞いて確認したいときは、プレビューというボタン、こちらを押すと、この、決定がですね、される前に確認することができます。また、プリセットという、あらかじめですね、パターンが登録されているものがありますので、これを使うこともできます。さあ、キャンセルを押すとですね、効果を適用されずに元に戻ります。さあ、これが、まあ、カット編集なんですけれども、例えば、ある一部分
だけをですね、抜き出してつなげたいという時はどうすればいいかというと、まず使いたい部分を選択してドラッグして、そしてその部分をですね、そのまま左クリックで画面の外側に出してあげます。これでこの部分だけが抽出されました。では他の部分、使いたい部分を選択してそのまま左クリックで欄外に出して、先ほどのものですね、取り出した部分の後ろにつなげて離すと、このような形でですね、貼り付けが行えます。 OK を押すと貼り付け完了です。このような形でですね、簡単にこう貼り付けという作業ができます。では貼り付けたものですね、ちょっとこの間隔が狭いなんていう時に、ここに空白を入れたい場合、今ここクリックしましたけれども、このクリックした部分、ここにカーソルが点滅してますよね。ここで挿入、ここで無音というですね、こちらのツールで指定の時間だけ時間を追加することができます。あらかじめプリセットも用意されていますのでね、これを使ってもいいと思います。ではこの状態で OK をします。さあ、わかりましたか。このような感じで空白の時間がですね、追加されました。ちょっと元に戻しますね。さあ、こういった形で全体を選ぶ場合は何も選択されていない状態で構いません。あとは部分を指定したりですね、まあコピーしたりするのも、選択した部分を移動するという、まあこの作業だけで簡単にコピーなどができます。さあ、ではその他のツール、まずよく使うものですね、プロセスからこの EQ ですね、イコライザー、シンプルとグラフィックというのがあります。さあ、グラフィックやってみましょうかね。さあ、こちらがイコライザーですね。まずはリセットをしておきましょう。そしてこれですね、実際に聞きながら作業できます。これ横が周波数の帯域になっておりまして、左から低い周波数ですね、右が高い周波数。そして出力のゲインというのはですね、元の音に対してのこのまあミキシング具合みたいな感じで、どれぐらい影響を出すかですね、こちらを示しています。これプレビューをしながら聞けますのでね。ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中、今こういった音が入っています。ではこれを、音を、まあ高音の部分をすごく上げてみましょう。ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中。まあ今これ声だけのものなので、周りのノイズだけがこう強調されてしまいましたよね。音楽などの場合はすごく細かくですね、聞きながらこう判断できると思いますので、やってみてください。そしてここで、まあその出力具合ですね、そちらの調整をしていきます。 OK を押すと実際に処理がされて、元の音に加工が加えられます。やめたい場合はこのキャンセルを押します。さあ、では次にですね、あと使うものですと、まあ先ほどフェード見ましたよね、まあこのタイムストレッチなども使うかもしれません。さあ、タイムストレッチはこれは本当にそのままですね、時間を伸び縮みさせるという形で、ここにプリセットが入ってますのでね、まあどういったもののタイムストレッチをするかというのをここで選びます。例えばスピーチ、そしてここで、まあ、時間の調整ですね。そしてこれ一番下の方にですね、オリジナルとの比較というのが出ますのでね、実際に何パーセントぐらいですね、でやってるかというのがここで確認できます。またここで割合にしたり、テンポで表記したりですね、まあ時間で表記したりという、まあ、形で、まあどれが見やすいかというのを自分で調整することができますのでね、ではちょっとやってみましょうか。ノーマルに対して 83% でプレビューですね。ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中。これ83というのは時間がその分短くなりますよという、そういった意味ですね。ではスロー側ですね、 130%。 ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中。こんな感じで時間の調整ですね、まあ、この表示の方法を変えて、ここでですね、聞きながら比較することができます。さあ、次にエフェクトですけれども、よく使われるものですと、このリバーブですね。こちらはまずプリセットの部分で、こんな感じでですね、まあ部屋のシミュレーションですね、これがもう設定されています。そしてその他にですね、部屋の箱のですね、規模というのも選べます。ホールであったりとかですね、奥行きのあるホール、温かみのあるスペースとかですね、まあこういった雰囲気というのも中に入っています。また下でですね、
下のパラメータで調整するときはこの部屋の大きさとかですね、そして、まあ、臨場感というこちら2つ、また右がですねオリジナル 100% そしてリバーブを目いっぱいかけたもの、これをですねプレビューで聞きながらですね調整していきます。ではちょっとわざと強めにかけた状態で、まず標準の状態です。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。これオリジナル 100% にすると、ただいまマイクのテスト中。こんな感じですね。では目いっぱいかけてみましょう。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。こんな感じで自分の好きな割合ですね、パラメーターをいじって調整して、気に入った部分できましたら OK をして固定をします。さあそしてまた使う部分としてはこのピッチベント、これですね、これで音程の調整ですね、こちらをすることができます。まずはリセットをしましょう。これが標準の状態ですね。では部分的にですね音程を上げてみましょうか。クリックして、まあ、まずは標準の状態で聞いてみましょう。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。では上げてみます。これで半音ぐらい上げてみましょうかね。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。さあここで音程とかを上げるとですね、これ時間が微妙にこれ実はこれ変わってしまうので、オリジナルの長さを維持、これをチェック入れてもう一度聞いてみます。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。まあこういった形でですね、まあ当然上げ方によってはおかしく聞こえてしまいますのでね、自然になる範囲にですね自分で調整していただければと思います。もう一度聞いてみましょう。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。こういった形です。これは今全体にかけてますけれどもね、もちろん部分的に範囲を選択してですねかけることもできます。さあこういったですね加工の他に、あとツールでですねオーディオの復元っていうのもあります。まあ、こちらはどの操作をするとどうかというのはですね、これ実際にもう聞きながらやるしかないです。でこちらの場合はですね、割と一定の音に対しての、まあ、消去機能みたいな感じになってしまいますので、例えば録音中に雑音が入ったと言ってもですね、連続したものとかであれば取りやすいんですけれども、ピンポイントで入る雑音とかそういったものにはあまり効果はありません。さあこういった形でですね、まあ、簡単な使い方というのを案内してみました。今回はここまでになります。